Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok and relayed over transponders in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. この放送は、ウダンタニ県バンドンのアーストバナイカの通信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。新型コロナのボランティアに手当が支給される予定です。観光ハイシーズン中の外国人の滞在期間延長が承認されました。今年のタイ経済成長で世界銀行が見通しを上方修正しました。若者の銀行口座開設増加をタイ中央銀行が懸念しています。それではまず初めのニュースです。新型コロナのボランティアに手当が支給される予定です。プライスリー政府副報道官によりますと、アヌティン保健大臣は新型コロナ対策の実施に協力したボランティアに手当を支給するよう9月27日に開かれた閣議で政府に要請しました。保健省はボランティア約105万人に対し1人当たり2000バーツの手当をこの4ヶ月のうちに支給することを計画しており、政府には21億バーツの拠出を要請しています。これは今年6月から9月に活動した分で、1人当たり月に500バーツ4ヶ月で1人2000バーツが支給される予定です。プライスリー副報道官によりますと、ボランティアへの現金支給は政府によって承認されました。タイでは11月1日から新型コロナを危険な感染症から監視が必要な感染症へ格下げされる予定ですが、トライスリー副報道官は新型コロナの感染状況が落ち着いてきているものの、感染拡大の監視抑制、国のポストパンデミック移行を支援するために保健ボランティアの活動は継続しなければならないと述べています。10月からの保健ボランティアの地域活動への支援額は予算63億バーツで、1人当たり約6000バーツが支給される予定です。また新型コロナウイルス感染症対策センターによりますと、効果的な新型コロナ対策を実施するために発布された非常事態宣言は9月30日をもって解除され、これに伴って非常事態宣言の下で設置された新型コロナウイルス感染症対策センターも解散となります。非常事態宣言は新型コロナの感染拡大を防ぐ措置の一環として一昨年3月26日に発せられたものです。政府は非常事態宣言が解除されても新型コロナワクチンの無料接種は継続する方針です。次のニュースです。観光ハイシーズン中の外国人の滞在期間延長が承認されました。
政府は観光ハイシーズン中の観光活性化を支援するためにビザ免除の対象となる外国人観光客の滞在期間を45日間、入国時のビザ取得外国人観光客の滞在期間を30日間まで延長することを承認しました。この措置は内務省が提案し、9月20日に承認されたものです。これにより、ビザ免除の外国人観光客の滞在期間を、これまでの30日間から45日間に延長し、入国時のビザ取得対象の外国人は、これまでの15日間から30日間までそれぞれ滞在できるようにするものです。今回の滞在期間延長は、欧米から多くの観光客が寒い冬を逃れるためにタイに渡航することが予想される観光ハイシーズンに対応するため、10月1日から2023年3月末までの一時的な措置となっています。アヌチャ政府副報道官によりますと、今年に入ってから約500万人の外国人観光客がタイを訪れており、今月だけでも約100万人が入国しています。政府は2022年の外国人観光客の数は1000万人に達し、観光収入の目標2兆3800億バーツは達成できると見込んでいます。次のニュースです。今年のタイ経済成長で世界銀行が見通しを上方修正しました。世界銀行はこのほど今年のタイ経済成長見通しをこれまでの 2.9% から 3.1% に上方修正しました。一方、来年のタイ経済の成長については世界銀行の見通しが 4.3% から 4.1% に下方修正されました。タイを含む東アジア太平洋地域に関しては、中国を除く国々は今年の経済成長率が昨年の 2.6% から 5.3% にアップする見通しです。中国は昨年は 8.1% の経済成長を達成したものの、今年はゼロコロナ政策のせいなどで 2.8% の経済成長にとどまると予想されています。一方、タイ中央銀行は9月28日に開いた金融政策委員会で政策金利を 1% に0.25 ポイント引き上げることを委員の全員一致で決めました。物価の上昇と不均衡な経済回復に対応したものと説明しています。金融政策委員会は8月約4年にわたって引き上げられていなかった政策金利を 0.75 に 0.25 ポイント引き上げることを委員6人の賛成1人反対で決めていましたが、物価上昇に歯止めがかからないことから再び利上げに踏み切ることになったものです。次のニュースです。若者の銀行口座開設増加をタイ中央銀行が懸念しています。タイ中央銀行のシリキラー総裁補佐はこのほど、騙されて犯罪に加担する形で銀行口座を開設する若者が増加しているとして、これに懸念を表明しました。犯罪組織は自分たちの関与が判明しないように騙した若者に開設させた銀行口座を特殊詐欺、オンライン賭博などに関連した金銭のやり取りに利用していると指摘しています。また、タイ中央銀行は対策として商業銀行に対し、若者が開設した口座のうち犯罪に悪用されている疑いのある口座を凍結するよう指示しています。ラチャダ政府副報道官によりますと、犯罪組織は口座を一つ開設するたびに若者に500バーツから800バーツの報酬を与えていますが、このようなケースでは若者も罪に問われる可能性があると懸念を表明しています。警察当局が把握している犯罪に悪用されている可能性のある銀行口座は今年5月の時点で6211口座でしたが、8月には 14,369 口座に増加しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。新型コロナのボランティアに手当が支給される予定です。
観光ハイシーズン中の外国人の滞在期間延長が承認されました。今年のタイ経済成長で世界銀行が見通しを上方修正しました。若者の口座開設増加をタイ中央銀行が懸念しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.